皆さん、こんにちは。今回は芸能界きっての仲良し夫婦として知られるひろみさんと松本伊代さんの結婚生活にスポットを当ててお話しします。なんと離婚危機といった噂も合わせてご紹介します。まずはひろみさんと松本伊代さんの出会いから結婚までの経緯を振り返ってみましょう。2人の出会いは1986年フジテレビの深夜番組オールナイトフジでした。当時松本伊代さんはトップアイドルとして活躍しており、 MC を務めていました。一方のひろみさんはお笑いトリオ B21 スペシャルのメンバーとして1989年から1991年まで同番組に出演していました。松本伊代さんはうっちゃんなんちゃんやダウンタウンとともに活躍する B21 スペシャルのひろみさんに一目惚れしたそうです。フジテレビの廊下で偶然出会った際、松本伊代さんが積極的にひろみさんをゴルフに誘ったことがきっかけで2人の関係が始まりました。ひろみさんは別の番組で松本伊代さんから電話くださいと言われて電話番号を受け取ったものの、実際には松本伊代さんの母親によって電話が遮られ、なかなかつながらなかった日々が続いたそうです。最終的には夜中の12時に電話する約束をして、そこから2人の関係が進展したとのことです。当時の芸能界ではお笑い芸人がアイドルと交際することはタブー視されていました。そんな中、松本伊代さんの積極的なアプローチが実を結び、4年間の交際期間を経て1993年11月12日にハワイ・マウイ島で結婚式を挙げました。しかし結婚発表時の記者会見は決して祝福ムードではありませんでした。2021年12月18日に放送された新しい鍵2時間 SP でひろみさんは、なぜお祝いムードじゃないかっていうと結婚しそうだみたいなので記者の人たちに結婚するときは言いますねって言っていたの。それを黙って急に結婚式を挙げたわけと説明しています。当時の芸能界ではお笑い芸人とトップアイドルの結婚には格差が感じられ、マスコミの反応は冷ややかでした。ひろみさんは以前、結婚する際は報道陣に知らせると約束していたにもかかわらず、極秘に結婚したことがマスコミの不満を招いたようです。2017年4月11日に放送された、うちのガヤがすみません。では、ひろみさんが当時の会見を振り返り、皆さんにご報告をしようかなと思っていたんですが、皆さんの凄さに参りましたとコメントしています。また、こっそりというかまあ普通に結婚式をやったんですが、1日も持たないという情報網の凄さ、皆さんが東京地検ならゼネコンは全員逮捕でしょうと述べましたが、当時は笑いは起きなかったそうです。このように厳しい船出となったひろみさんと松本伊代さんの結婚生活ですが、31年経った今でも仲の良い夫婦として知られています。では2人の仲の良さを物語るエピソードをいくつかご紹介しましょう。まず2018年4月26日に放送された日本テレビ系ダウンタウン DX で松本伊代さんが明かした夫婦の愛情表現ルールがあります。それは行ってきますのチューは絶対というものです。お互いに外出する際のキスの習慣について、ひろみさんが外出する際には松本伊代さんが待ち、自身が外出する際にはひろみさんのところへ行ってチューをするのだとか。さらに2021年4月22日の同番組では、松本伊代さんが最近は行ってきますのチューからの社交ダンスごっこもプラスしていると語りました。結婚31年目を迎える今でもこうした遊び心を忘れない2人の姿勢が長く続く良好な関係の秘訣かもしれません。ひろみさんは2020年12月26日の週刊女性プライム IME のインタビューで夫婦円満の秘訣について語っています。例えば寝る前に常に松本伊代さんに言葉をかける習慣があるそうです。ママ今日も楽しかったねとか、ご飯食べに行ったあのお店美味しかったねなどと話すのだとか、また普段からコーヒー入れてくれてありがとうと感謝の意を表し、ママ今日も可愛いねとよく褒めるそうです。これは若い頃の重大な事故の経験が影響しており、
後悔しないために意識的に言葉にしているのだそうです。ひろみさんは一度結婚したら離婚しないという決意で結婚しており、不満が生じたとしても解決策を見つけるという姿勢を持っているそうです。松本伊代さんが料理や掃除が得意でないことも理解しており、小さなイライラも笑いに変えて乗り越えているようです。しかしそんな仲の良い2人にも離婚を考えたことがあったそうです。2023年1月17日に放送されたポカポカでひろみさんは、松本伊代さんが塩と砂糖を間違えてステーキに振りかけたエピソードを明かしました。ひろみさんは、これどう考えても砂糖を振ってるのと指摘しましたが、松本伊代さんは、いやいや塩振ったよと主張。息子たちも甘い、これ食えないと言っていたにもかかわらず、松本伊代さんは、え、そうかな、美味しいけどととぼけたそうです。ひろみさんは、全く折れない、その時にちょっと離婚を考えたもんね、初めてこれ無理かなと思って、やっぱ塩と砂糖を間違えるって結構ねと冗談めかしながらも解雇しています。松本伊代さんはそれでも私はいけると言い張っていたそうで、スタジオは笑いに包まれました。また2022年11月には松本伊代さんが番組収録中に腰椎圧迫骨折を負い、全治3ヶ月の重傷で休養する出来事がありました。この時のエピソードを2人は24時間テレビで語っています。松本伊代さんは日常生活で困難に直面し、ひろみさんに支えられたと話しました。しかし不安のあまり、パパ離婚してもいいよって言ってとひろみさんに話したそうです。これに対しひろみさんは、全然覚えてないね、ほんと離婚というワードが俺の中にはないわけと回答。今年30年だからこれで FA 宣言と照れ隠しをしていました。それ以外にも、最近はあんまり愛を感じない、いつもママ可愛いよって言ってくれるけど最近言ってくれない、可愛くなくなってきてるのかもしれないと話す場面もありました。時には困難に直面しながらも31年間の結婚生活を続けてきたひろみさんと松本伊代さん、2人の間には2人の息子さんがいます。長男の小園亮代さんは1995年9月9日生まれで、現在29歳、俳優として活動しており、時々ひろみさんの YouTube チャンネルにも登場するそうです。次男の小園俊樹さんは1998年5月21日生まれで、現在26歳、以前はバンド活動を行っていましたが、現在はひろみさんの事業を手伝っているとされています。ひろみさんは家庭内での大切なルールとして、子供たちに対して何か起きたら、パパはお前たちよりもまずママを助けるからなと教えているそうです。これは息子たちが大人になった時に、彼らが自分のパートナーを守ることの重要性を理解してほしいという思いからだそうです。松本伊代さんの天然ぶりは家族の中でも笑いの種になっているようです。2020年6月23日に放送されたザ・世界仰天ニュースでは、息子のいたずらに対する松本伊代さんの反応が紹介されました。壁に書かれた落書きに対して、松本伊代さんはここに描いちゃダメと注意文を書いたのだとか、ひろみさんはこの天然すぎる対応に本当にプロだなと評価し、最初は驚きましたけど今やもう可愛いですよと語っています。また2023年11月7日に放送されたデーデーでは、松本伊代さんの料理エピソードが披露されました。ひろみさんは、うちのママ松本にも作り置き教えてあげてくれない、作り置きでうどん作ってるんだよとコメント。伸びちゃうんだよと笑いを誘いました。このように時に天然で、時に癒し、そしていつも家族の中心にいる松本伊代さん、その姿を温かく見守り、時に笑い飛ばし、そして何より大切にするひろみさん、2人の31年に及ぶ結婚生活はまさに笑いと涙の連続だったのでしょう。そんな2人の愛を歌にしたのが神様との約束です。この曲はひろみさんが芸人の花輪さんに依頼して作られた曲で、妻である松本伊代さんに捧げられたコミックラブソングです。松本伊代さんの天然キャラクターに焦点を当てながら、
ヒロミさんがハワイでの結婚式で誓った愛のメッセージを表現しています。この曲に対して素敵、奥さんが羨ましいという声が多数寄せられているそうです。31年間笑いと涙を共にしてきたヒロミさんと松本伊代さん、彼らの姿は長く続く夫婦の在り方の一つの形を示してくれているのではないでしょうか。今回はここで終わりとなります。また次回も様々な人物の紹介や事件について取り上げていきます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。